ちょっとリップがリップが削れた。おはようございまする。今日はよろしくお願いします。マイセンさん、オノピーさん、ヤッシさん、アーツさん、カズヒロさん、メガバイトさん、ナオナオさん、鳥太郎さん、オノピーさん、ヒデのヒデさん、ユシマユさん、バルタン太郎さん、ウッカリアンコさん、ロックオンさん、バルタン、あ、クニヒコさん、ナリバーさん、オールグリーンさん、トシヤさん、エンジョーさん、レイクさん、キックさん、ありがとう。かゆい。そうですね。それだな。リラックスしていこう。そう、なんか今日髪がサラサラでめちゃめちゃ。やっぱりこの前のトリートメントが良かったんだろう。そう、誕生日の日に髪質改善も行ったし、で昨日だっけ、一昨日かも、トリートメントしに行ったんで、もうめちゃめちゃもう万全で、そう今日はちょっと爪を綺麗にしよう、爪綺麗にしようかな。夢覚えてないな。何見たっけ、なんか見た気がするけど、なんだったか。ちょっと切ってきますね。いい夢だったかな。そうなの？あ、そうなの？そう、今日は県民文化。ホール。雨予報か、帰れんかったか。あら、ほんと楽しみやす、生誕祭。あ、ほんと雨予報だけど、大雨から小雨に変わった。嬉しいよ。それだけでも嬉しいよ。あと、湿気のない雨があったらもっと嬉しいけど。やっぱり雨って
まあちょっと荷物が増えるのもあるけど、やっぱり湿気、髪の毛に影響してくる。髪の毛のコンディションに本当によろしくお願いします。それは無理ですか？それはダメですか？そう、雨なんだよ。皆さん気をつけて。そうですそうです、くせっ気です。森健銀河さん、高尾炭治郎さん、国彦さん、成さん、正俊さん、切腹さん、さっつんさん、 A ちゃん、池がぴょんぴょん、 F 渋谷さん、芋けんぴさん、メッテヤさん、くまありがとう。シンさん、元気くん、ありがとう。セイヤンさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。肩が痛くて腕が上がらないよ。大丈夫か？何が起きたの？おはよう。絆創膏、あ、そう、もう取っちゃいました、もう。もう取っちゃったんだけど、なんか治ったか治ってないか分かんないんですよね。とりあえずくっついたのかな、くっついてはないけど。見せようとする人。まあまあまあね、大丈夫かな。昨日取ったんですよ、絆創膏。なんか絆創膏もう血が出てないから、早起きいいよね。仕事頑張れ。眠い。何？そうだ、今日私ツイートをさっきまでね準備してたんですよ。昨日結局ね、1時半かな、2時ぐらいに寝ましたね。そう、昨日やっとね、五十嵐由美子先生からの版画っていうのかな、デザインのをね受け取りました。そうだから、それをツイートしようと思いまして、ちょっとツイートしようかな。なんかその版画と写ってる写真って引き絵見たいかアップで見たいかとかありますか？引きとアップがあるんですけど、どっちにしようかなって思ってるんですけど、アップはいい。なんか別にアップの写真も、自分だけの写真もあるんですよ。髪型
のやつ。どういうこと？気にしようかな。なかなかアップしかないので気にしよう。なかないからね。準備いたします。高さやか準備中、高さやか準備中、高さやか準備中。こんなになんで目が、おお、乾燥してる乾燥してる乾燥してるよ。あ、違う、加湿器の水がないんか。加湿器の水がなくなっちゃってる。もういいよ、気にしなくて。加湿器はもう加湿されてるもん、絶対この部屋は。乾燥はしてるけど、乾燥はしてるけど加湿はされてるもん。赤いランプがついてるから、あれは絶対に加湿具、水をくださいっていう多分あれです。ね、水入れるほどではないもん。水を入れる手順が結構ね、私ねあれなんや、大変。もういいから、もういいから、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。私はもう今真剣だから。何？
号機みたいな音してる。よし、本当だ。タワー。リンさん、ありがとう。楽しみだね。ありがとう。ありがとう。田辺さん、つねちゃん、さっつんさん、モンブランさん、まさとしさん。たてさんもありがとう。ね、飛行機が着陸したみたいな音が確かに。リンさん、ふふ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 のふ、まあでも頑張ってくれるのはありがたい。リンさん、ありがとう。配信は必ず見るけど、行けなくてごめんね。いいえ、全然だよ。頑張って。そう、配信見れるからね。充電がなくなってしまった。
はヨーグルト。ドキ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 。お腹空いてきた。そう、朝ごはんはこれからですね。目がくらんできた。わかった。わかった。なんでこんなに急に。稼働してるのか。この除光液だ。
この除光液だわ絶対。絶対そうだ、それやん。今自分で思ったもん。いやなんかいや今なんか思った、ごめんって感じ、すまぬ。もういいからとか言ってたけど、ありがとう。ではではツイートしようと思います。だんだんとね、鼻が詰まってたのがだんだんとなくなってきたら分かってくること。やっと落ち着いてるけど、私は今から爪をまた綺麗にするんで、じゃあまたなるけど、やっと落ち着いたぜって感じやけど、貸しすぎも。もうついてちゃおう。五十嵐由美子先生。よし、
えい。ちょっとまたこれを塗ろう。来ました。コメントありがとう。大きいね。大きいですね。すごく大きかった。めっちゃ良くてファンになりました。嬉しい、ありがとう。嬉しい。また来てね。瀬戸内であれしとるけど、あ、2月に2月だっけ、鹿児島でフェスがありますので、九州、再び九州へ行けます。2月13日曜日、そうですね。コナタンさん、ちくわドーナツさん、ありがとう。ちょっと中平かが。キラキラ、ツルツル。左手が完了いたしましたら、次は右手に行きます。皆様、出発される方お気をつけて、余裕、時間に余裕を持ち。え、今日誕生日おめでとう、キョロさん、おめでとう。素敵な一年と、サイアン推しの一年にしましょう。
ヒロさん昨日寝ましたね。もうね、昨日私ね、昨日っていうか昨日5時起きだったから4時間ぐらいしか寝てなくて、で今日は5時間ぐらい寝れました。やけんね、もうね、緊張で寝れないとかはなかった。もうそれを考える前にも寝てた。うん、ありがとうございます。よきよき。そう、今眠さが来て、でも今朝やけ眠いだけ。朝が苦手なんの、あんま低血圧っていうのかな、血圧なんていうのかながね、めっちゃ低いんですよ。私めちゃめちゃ低いから、お母さんに大丈夫って心配されるぐらいやばいから。昨日はそう、温かい飲み物、温かいもの飲んだらいいのか、目覚めるのか、ストレッチしたらいいのか、左右がいいのか。すごいアドバイスめっちゃしてくれる。寝坊っていうか、お母さんが起こしてくれてた。お母さんが部屋に来る前に起きるっていうことをしてた。あの足音で起きる。今はそう、自分で起きてる。もう目覚ましを、アラームを2つぐらい3つぐらいつけてます。怖いんで、すぐ二度寝しちゃうから。今日も7時と7時10分にかけてて、7時に起きたけど気づいたら7時10分の目覚ましが鳴ってたから危なかった。しかも最初7時のやつはチリリリリリンチリリリリリリンって感じだったよ。普通にホイってオフをして寝てたんですよ。で気づいたらトゥン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 って、もうめっちゃ大きい音流れ出して、もうさすがに起きた。それはさすがにそれは起きた。もうびっくりしたもん私。もうそのギャップにもうびっくりして起きた。そんな違うことある？時間によって。メロディー変えてきた。メロディー変えてきたもん。その、そう、多分そのこの音を設定してる自分なんかな。自分で設定したんかな、いつの間にか。ランダム、わかんない、なんだろうね。前髪がかゆい。ありがとう。知らんよ。知らんよ。いつかも自分が設定したんだろうな。
だんだん固まってきたかな。いてててててまつげが目の中に入るんよね最近。高さまつげ、そうです。でも今日ちゃんと上げてるよ。今日ちゃんとまつげだけあげました。乾いたかな。乾いたって思っても時々なんか乾いてない時期ある。やばい、私の指紋がついた。乾いてなかった、私の指紋がついちゃった。もうまあいいよ指紋ぐらい指紋ぐらいいいよ。もう待てないんで行きます。眠いな。そう、アイコン、アイコン、そう、七並べのアイコンが昨日その寝る前に七並べのアイコンが確率アップしてて、と思って、まあ一回してみようと思ってしてみたら、一発で、しかも一発の一番最初、一番最初に出た。くるってなるやん。もともと全部なんかグレーと金色とがあるよね。金色が3個あって、くるってなったらもうさやかが出た。あとさやかにも出た。さやかさやかが出た、どっちも。ダブルさやか出ました。レインボー選んで、レインボー、レインボー。なんか私のその
アイコンのジンクスで同じ時間帯に引いたら多分当たりやすいと思って、あれにした、名前に書いたの。アイコン一発で出たよって。誰か気づいた方いるかな。この時間帯出るよみたいな。朝一に見た？朝一じゃなかった、結構夜でした。あ、深夜3時ぐらいに回して出たよって。ほら、やっぱり同じ時間帯なんだよ。前後2時間ぐらいなのかな、多分そういうジンクスがある。違うかもしれないけど、3万コイン、6回回しですか。あら、6回回しだったら、微妙だね。微妙だね。でも6回で出るのも結構嬉しい。10回はきついけど。ね、そうですよね。もう10回ぐらい回しても出ない時あるから、それは、6回はまだいい方かな。私誰、よし、こうやって乾くの待ちますね。そう、結構かぶるし、そうそう、結構かぶるんですよね。なんか同じメンバーばっかり出てくる。あら、出ない。今回のやつ可愛いもん、フラワー衣装のやつだもん。だからすぐ変えたよ。秋のコーデのやつもすごい好きなんだけど、もう秋終わっちゃったからさ。今冷えてくる出なかった、今はやめてじゃん、今は違う。多分時間帯があるもん、あれ、そういう出る。今やめて。ボタニカル衣装、そう、ありがとう、何回もコメント。そうなの、夜中がいいのかな。でも私この前夕方に出たもん。うん、できる気。あ、夜中がいいんだな、やっぱり、やっぱり夜中らしい。夜中にしよう。私も昨日1時ぐらい、昼休みで安い昼じゃあ昼で。どんどん変わる。なんか一押しカードは月末だけど、アイコンは
多分今なんですよ、この確率アップが。確率アップ の時期がなんか今ですよね。違うの、なんか今違うっけ、72時間限定のやつって今いつだっけ。今はなんか確率アップしてるよね。え、今は確率アップじゃないの。なんで確率アップって書いてあったよ。それはずっと書いてある。それずっと書いてあるの。なんか星4は星4以上の確率アップみたいな。え、でもそれで当てたんや私。え、すごくない？それで当てたのすごい。じゃあアップしてるようでアップしてないんだ、通常運転なんだ。え、でもアイコン本当に見てみよう。信じたからかな、確率アップを。確かに。10連ってアイコン10連できるっけ。アイコンって10連あ、そういうこと。10連ガチャ出現率大幅アップ。私ちょっと10連しかしたことなくてごめん、10連しかないと思ってた。あ、え、でもよかった、よかったよかった。あれ、私4になってる、自分のランキングが。そう、昨日は私とさやかりんと沖さんが出たんですよ。私のアイコンのさ、すごいよ、あのおもこいのさ MV の「ヒフスシングルジャケ写衣装」のやつのアイコンがすっごいある。このこれが一番多い種類が。自分のが出なかったんですよ、これ。ゼロになるまで、ゼロコインになるまで引いたけど、一回も出らんかったんだ。これ欲しかった。これ欲しかった。なんかね、同じメンバーばっかりね、で、かぶりばっか出てからね、自分出なかった。このフラワーのやつ嬉しい。なんかリボンつけてるし、みんな同じリボンつけてるしね。そう、かぶりなしがいい。
でもそっか、レインボーあれか、カードさくるってする前さレインボーだっけ、メンバーのやつってグレーと金色と虹色、レインボーレインボーですよね。レインボーは確定、あ、そういうことか。え、全部金色が4つぐらいだった。で、3つメンバーだった。やった。グレーで出るの？グレーで？グレーで、グレーで出るって。すごいね。グレーからこんにちは始まる。グレーから。グレーからこんにちはしてきたら、あ、シルバーか。シルバー、銀で、銀色ですね。なんかシルバーから。そうやって出てきたら逆になんかなんでみたいな。なんか逆になんかいやおるんかーいみたいななりません。いや嬉しいけど、そう嬉しいけどおるんかーみたいな。まあでも嬉しい。びっくりそう、びっくりするし、それならそう、それならもう元から元から虹色か、まあ、あえてね金色あえてか、あえて金色にするなら、でもシルバーはもうサプライズ好きというかあのサプライズ好きなんだなって思う。そういう性格、サプライズ好き？あー、じゃあいいね。いやでも大丈夫ですよ。まあでも半分ぐらいね、半分ぐらい、あのそう冗談も入ってますので。ガチガチの本音ではありませんので、選んでレインボー、レインボー、そう、冗談です。地並びしようかな。生誕、今日生誕祭なんで、多分今日どうなるかわからないんですよ。
そう、あまり並べれないので、今日また追いつかれる可能性もあるから。ちょっと私メールをかけますね。おはようメール。眠い。受験勉強してる時と同じぐらい眠い。まだ配信してるから喋りながらだから大丈夫だけど、そうそう、そうですね、9時過ぎてるね。雨が強まらないことを祈る。よし、これこのデザインは多分ペンライトカラーがあれなんて言うんだろうな、赤と黄色で画面版みんなの見たい。あら、曇りの時々雨。本当だ、夜に変わってる。
ちょうどやん。ちょうど我らが生誕祭の時に雨だ。明日晴れたんだけどてか明日からずっと晴れやし、雪もあるけど、今日だけ雨。なんで今日だけ。もう逆になんか今日だけってなったらなんかちょっと特別感があるわ。私の涙を流してくれるかもしれん。みんなの涙も流してくれるかも。本当？終演した時にね、確かに止んでたらね、いいね。そう。私雨女ではないんだよね。そんなに雨が多いわけじゃない。そんなに。涙を流して。嬉し涙だよ。それね、泣く前提にしてるよ。でも私ファンの方が泣いてたらもう私も泣いちゃうと思う。なんか生誕祭って時々ファンの方が涙ぐんでて、それを見ちゃったら私もすごい込み上げてきて、みんなハンカチ用意して、確かにそれ。私が泣いたらみんな泣いちゃいますかね。みんな泣く。でもさ、会場全体が泣くさ生誕祭ってあるのかな。涙もろい。みんなもしかして涙もろいですか。皆さん、あ、泣きません。泣きません。つられる。私結構なんか涙もろいというか、涙もろい方結構いらっしゃる。じゃあもうみんなやん。みんなやん。ルールしちゃうね。よし。ではでは。クヤタの前座ね。前座で泣きそうになっちゃった。いやでもそんな涙出らんけん。目薬使い、そこまでいいよ。そこまで。そうなんや、マスクしてたらね、マスクしてたら大変なことになっちゃうから。
涙が流れたら。ふふ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 、もう乾いたかな。めっちゃいい感じ。ちょっと指紋はついたけど、いい感じだね。これリネタンがくれたピン、ヘアピン。かわいいよね。これだよ。ピンクの服着てたら合うけど、かわいい。あとね、あとこのポーチかわいいよね。キュルンキュルン。キルン。ちょっと手がちょっと自分の手だけど。急に手だけ人間のなんだ。これね、でもこれ私が買おうと思っとったんよ。可愛すぎて、可愛すぎて買おうと思ったらリネタンがプレゼントしてくれるって言ってから、なんかちょっとリネタンっぽいし、なんか嬉しい。よく見たらちゃんとアイメイクもしてます。おしゃれなカラーマスカラをしてます。いたしなもん、かわいい。ピアノちゃんもいたんだけども、ぬいぐるみいたけどまだ買わなかったです。あ、ヤッホー。最近ピアノちゃんのことピアノって呼んでる。最近呼び捨てしてる。ピアノがおって、でリネタンが「サヤおるで、サヤの牛おるで」って言ってくれたけど、そう最近は指捨てする仲になった。指捨てファンタジーになったんですよ。いつの間にか仲良くなった。だからピアノと仲のいいマイメロちゃんも好きなんです。マイメロ可愛いね。なんかなんだろう、でもこのふわふわ感が好き。
ふわふわしてるやつが好き。目もなんかキュルンってしてるし。待って、あざとい、あざとい、あざとい。やだ。あざとい。あざとくて何が悪いの？優勝した今の。マイメロタン優勝した。国彦さん、トゥエールさん、しのさん、ありがとう。メール来た。早っ。そう、メールはアップの。時間間違えそう。時間？あ、声の時間か。そう、6時半からです。18時半からですです。5時半会場です。そう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 、いつもと違う場所です。朝はまだ並べてないんですよ。ちょっと焦りますよね。そうね、ちょっと焦る。並べようかな。今から並べようと思ってるんですけど、配信来て並べるよりも配信したものがいいか。10時まで、10時までしよう。じゃあ25分のゼロからいきます。お腹すいた。こんな髪だめ。そう、嬉しいからつけてる。
今日木曜日か。なんかすごい土日みたいな感覚がある。なんかもともと好きだけど、なんかこの前のちかっぱ祭のノイミンさんを見てからさらにファンになりました。おはヨーグルト。ケーキはショートケーキが好きだよ。でもガトーショコラも好きだよ。あら、ねえ、可愛いですよね。27分の15。私を一押しカードにしてほしいです。やっほー。仕事終わった？お、嬉しい。あれからどうしよう、なんて呼びしたらいいかかな。ミレイさんのフォローしました。ミレタンさん、しっかりとフォローしました。でも多分あれなんだよね、フォロバは多分できないんだろうなって。そうそうそう、もうそれもね、分かっておりますので。ありがとうございます。あ、ね、ミレイさん声もめっちゃ可愛いよね。29分の15。ねえ、またお会いできたらいいな。次はいつ会えるかな。連絡先交換はすごいね。ありがとう。りんこちゃん、よしりになってるね。あの日はちかっぱさんの時はあまり話すなんか時間がなかったんです。というかもう人見知り発揮で無理だった。あら、みーひんさんも並べてるんか。やっぱり、やはりね。ありがとう。ふふ
今日ほぼ一日中できないからな。そう、ミンヒンさん絶対今日対戦するかもしれん。あら、いつの間にかバーストしちゃった。あかん。サイヤン推し？サイヤン推しの方、こういる？31分の50秒。この時間帯メンバーみんなしてるのかな、もしかしたら黄金タイムか。ね、メンバーみんなありがとう。緊張、今はしてない。私結構緊張は本番直前にするタイプなんよ。なんか本当にいろんなこと考えちゃってすぐ緊張しちゃうから、今日はあんまり深く考えないようにしないと。いつもライブしながらなんか目があったら、この方はどう思ってるんだろうとか、会場で会場にいらっしゃる皆さんはどんなことを考えてるんだろうとかで考え出したら、そう止まらなくて。そうだよ、今日はね、あえてあまりそういうことを考えずに、そうリラックスをしながらライブできたらいいな。わかる？わかるかい？わかるかい？そう、考えすぎ。超考えすぎ。34分の15。はい。今日もね、リラックスしなきゃ。思っちゃう。この方はどう思ってるのかなとか、しかも結構それもネガティブな方に考えちゃうから、今日こそはあんまり考えずに。で、なんかスペイベソロステージの時も絶対私の
ファンの方っていうのは分かってるはずなのに、やっぱり考えちゃう。緊張する。のん。じゃあ40秒。以上。サヨに会えるからニヤニヤの気持ちしかないそっか、そういう気持ちなんか、そういう気持ちなんか。全然いいよ。おはよう。お父さん お父さんいる。え、お父さんなの。違う違うって言われた違いました。違うお父さんです父さんだけど、お父さんではございません。でも結構時間言うとき、私対戦する時間プラス30秒してるんですけど、この配信の誤差が30秒以上あるってことですかね。間に合わん。間に合わんときは。次は45秒にします。環境によるか。あ、低遅延。あー、そっか、いろんなものによりきりか。お父さんありがとう。あ、対戦が終わってないんか。そういうことか。なるほどね。私は今日は生誕祭もすごい楽しみです。あれもスタ
スタフラっていうのかな、なんていうの、スタンドフラワーとか。デジタルのやつも楽しみ。デジタルフライヤー横断幕、スタフラ、デジタルフラワー。42分5秒ね、会場のスクリーンに映るね。ね、そうだろうね。なんかちょっとシュール。あれかな、日清パワーステーションさんみたいな感じなのかな。すごいな。あ、フラワースタンドで。あ、え？フラスタか。順番違った私。それか。そう。でもそうだよね。ないかもしれない。ないかもしれないから。あ、どっちもいける？フラスタとスタッフラどっちもいける。ないかもしれない。なんかごめん、当たり前のように言っちゃったけど、あれだよね。ないかもしれないから。44分の35。あったら嬉しいなっていう気持ちにおりますね。45秒か。別に、なくても、別に。そんな落ち込んだりしませんので、ないバージョンねって思いますんで。でもちょっと楽しみにしてる。でもすごい楽しみにしてるから、ちょっと圧になっちゃった。圧ではございません。もし準備があるのであれば、アリバージョンで
か私いつもこういう自分のイベントの時って何か起きるんですよ。それが怖い。なんか絶対何か起きるの。そうだよ。もう何か起きたら笑ってね。笑ってちょ。この前のソロイベントの時はワンハーフのはずだって曲がフルで流れたとか、じゃあ次で最後にしよう。47分のじゃあ50秒にします。え、47分50秒。何が起きるんですよね。そう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 。あすあすの展開で、そう。2番をね覚えてなかったんで、歌詞なかったから、やばかった。からそうハミングで歌いました。よき。でもちょっと配信終わった後も並べるんでノンストップで。ありそう、ろうそくが消えないとか。ありそうありそう。急に壊れたみたいな。今まで絶対に壊れなかったケーキが壊れたみたいな。ありそうですね。まあ、楽しみにします。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、ドゥドゥンドゥンドゥドゥン。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、ドゥ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 。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、ドゥドゥンドゥン。終わりますね。ドゥルルルル。面白い。何か起きるかもというつながりで、そう、なんか来る。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、ドゥドゥンドゥンドゥドゥン、ドゥドゥンドゥンドゥドゥン。
そうだ、皆さん今日はちゃんと高尾山をね、ちゃんと見に来てくださいね。まあ、時々ちょっとよそ見してる方がいらっしゃるので。休みをされてる方が時々いらっしゃるので、しっかりしっかりと。全集中してください。そう、赤と黄色だよ。僕と初めましての方結構いらっしゃる。ではでは、ありがとう。で、男女変わったかな。藤田もつさん、マニマニーさん、サトルンさん、えんちゃん、ありがとう。だからそう、配信で見られる方も現地超える方もね、焦らずにゆっくりと。会場全体が全集中してるのをちょっと想像しちゃった。全集中の術。想像しちゃった。急に深呼吸。スースーうるさい。スースー。スースーうるさい。全員が急に。やばいやばい。こんちには。あれ買った今。ちょっとわからんかってきた。お腹すきましたね、もう。新幹線で笑っちゃってる。怪しい人やん。ね、今日は楽しみましょう。おやすみ。広島満喫、あ、ぜひぜひ満喫してください。せっかく来られましたので。うちは用意、お、嬉しいです。ペンライトを忘れなく。おやすみ。
変わるかな。お仕事も頑張って、頑張っちゃお。お、よかった。もう終わっちゃうけど。じゃあ今日の1位はマサトシさん、2位は元気くん、3位はバルボンさん、4位は F 渋谷さん、5位はサッツンさん、6位はメッテイヤさん、7位はちくわとなつさん、8位はまいせんさん、9位は藤田もつさん、10位は炭酸せんべいさん、11位はせいやんさん、12位はホタテサマー、13位はロックオンさん。メガバイトさんありがとうございます。ちゃんユナニータさん、渡辺さん、森健銀河さん、ナリバーさん、パトさん、のりふみさん、ゆうきさん、なりさん、あおちゃん、えびすさん、ころすけさん、ゆきひろさん、たかさん、フラペチーノさん、くにひこさん、こなたんさん、おにくさん、さんぱちさん、34位がろくろくさん、ありがとうございます。そう、12月4日だよ、誕生日。じゃあバイバーイ。